さ、どこに行っちゃったんかね、探しますか。気流って言うんだよ。あの天井が崩れてきたりしたら、私たち生き埋めになってしまいますね。な、何不吉なこと言ってるの、エステル。本当にそんなことになったら。バカっぽいわよ、あんた。そんなやわな作りなわけないでしょ。エステルが変なこと言うから天井が崩れて。あれ？はぁ、悪い。足元の石につまずいちまった。にしたらえらいでかい音。あんた、わざとでしょ。ユーリ、意地悪です。でかすぎでしょ、音。さっさと用事を済ませて、早くこんな遺跡から出ようよ。でもね、ここの階段の上にね、開かない扉があってね、多分また来ることになるんじゃないかなって思うんでね。まあ覚悟しといてください、カロル先生。こっちやっけ。違う、宝箱か。あ、いたよ。あ、おった。なになにこいつらか。もう余裕でやっつけれますけど、めっちゃ囲まれてたやん。小物すぎでしょ。一歩前進。コア盗んで歩くなんてどうしてやろうかしら。やめてくれ。やめてとりあえずやめて。俺は頼まれただけだ。ブラスティアのコアを持ってくればそれなりの報酬をやるって。とりあえずさ、顔を見よ。お前、テートでもコア盗んだよ。返してください、アクエブラスティア。テート？俺じゃねえ。じゃあ誰だよ。お前じゃねえってことは、他にテートに行った仲間がいるんだな。ああ、デデッキの野郎だ。デデッキ。そいつはどこ行った？今頃、依頼人に金をもらいに行ってるはずだ。BGM。依頼人だと。どこのどいつだ？鳥向こうにいるってだけで詳しいことは知らねえよ。行かないといけないですね。カロル先生も行きたいみたいですし。顔の右に傷のある赤眼でバカに体格のいい大男だ。割とすぐ出会えたよね、デデッキ。そいつがコア集めてるってことかよ。ソーサラーリングもどこかで盗んだのね。盗んでなんていねえ。仕事の役に立つって依頼人に渡されたんだ。嘘ね。コソ泥の親玉なんかに手に入れられるものじゃないわ。でもこの人にも盗めれるもんな。ほんとだ、信じてくれよ。なんか話が大掛かりだし、すごい黒幕でもいるんじゃない。カロル先生冴えてるな。ただのコソ泥集団でもなさそうだ。騎士も魔物もやり過ごして奥まで行ったのについてね。ついてねえよ。騎士までやり過ごせたんはないっすよね。騎士？やはりフレンが来てたんですね。知ってる、フレンのこと。あ、そんな名前のやつ。あ、知ってるんやね。くそ、あの騎士の若造め。なんで名前まで名乗るんやろうね。うっさい。ちょ、リタ、気絶しちゃったよ。どうすんの。放置でいいんじゃない。後で町の警備に頼んで拾わせるわよ。あ、えらいえらい、放置じゃないんや。それじゃ、アスピオに戻るか。戻りますか。肝心のフレンはいませんでしたね。ということで無事帰ってきました。その騎士何者なの。あ、かっこいい騎士です。ユーリの友達です。ふーん、あんたの友達ね。それは苦労するわ。なんでい。なんだよ。別に。で、なんでそいつがこの町にいるの。ん、結局この町に来た理由ってあれじゃなかったっけ。あのハルルの町のね、あのシルトブラスティアなんとかするためじゃなかった。ハルルのシルトブラスティアを直せる魔導士を探して。あ、そうですよね。ああ、あの青臭いのね。私のとこにも来たわ。フレン、元気そうでした。元気なんは元気なんじゃない。元気だったんじゃない。うわ、適当。騎士の妖精なら他の魔導士が動くだろうし、もうハルルに戻ったんじゃない。そんな。でもね、ハルルはもう満開なんですよ。で、疑いは晴れた。リタは泥棒をするような人じゃないと思います。思うだけじゃやってない証明にはならねえな。でもな、結局デデッキのところに行って初めて証明されるって感じかな。でもいいよ、かばってくれなくて。けど本当にやってないから。まあ、お前は泥棒よりも研究の方がお似合いだもんな。まあこれからもそういった場面がね、たくさん見れますよ。ね、結局通行証持ってないけど。ユーリは素直じゃないんです。ツンデレなんです。ツンデレではないよね。警備に連絡してくるから
先に私の研究所戻ってて。あれ、通行証ってどうしてだっけ？くれる？って言われても、あの怖いおじさんたちが通してくれるかと。でもリタパワーか。そうね、これ持ってって。それ見せれば通れるから。いっぱい持ってるんかな、通行証。サンキュー。リタは顔パス？いい、私の許可なく街出たらひどい目に遭わすわよ。いい、恐ろしい。やったー、通行証。借りたものなのでなくすと大変。これで4人ともいけるんやね。リタの疑いが晴れたことについて。ユーリの追ってるコア泥棒がリタじゃなくてよかったですね。ん？なんだその理屈は。俺は別に誰がコア泥棒だって構わねえぞ。まあ、ちゃんと見つかればね。リタだったら面倒がここで片付いてくれて大歓迎だな。まあ確かに。リタが聞いたら怒るよ。まあ、真犯人の手がかりはバッチリ手に入ったしな。まずはよしとするさ。取り向こうね、取り向こう。くつろいでるね。めちゃくちゃ。フレンが気になるなら黙って出ていくか。あ、いえ、リタにもちゃんと挨拶をしないと。なら落ち着けって。ユーリはこの後どうするの？んー、取り向こう行くしかないよね。コア泥棒の黒幕のとこに行ってみっかな。デデッキってやつも同じとこ行ったみたいだし。なんかデデッキっていう名前ちょっと可愛いイメージあるよね。なんやろ、デデンネのせいかな。だったらノール港まで一直線だね。トリム港って言ってなかったか？ユーリ知らないんだ。知らないって何を？ノールとトリムは二つの大陸にまたがった一つの町なんだよ。このイリキア大陸にあるのが港の町、カプアノール、通称ノール湖。こういうことぐらいは。でもさ、町出てなくても知ってても良さそうやのにね。お隣のトルビキア大陸には港の町、カプアトリム、通称トリム湖ってね。だからまずはノール湖なの。途中エフミドの丘があるけど、西に向かえばすぐだから。うん、西ね。私はハルルに戻ります。フレンを追わないと。ちゃんと戻ってるかな、ハルルに。んじゃ、俺も一旦ハルルの町へ戻るかな。あ、なになに、あの、何、おもてなしをしてもらいに行く？え、なんで？そんな悠長なこと言ってたら泥棒が逃げちゃうよ。慌てる必要ねって。あの男の口ぶりからして、港は黒幕の拠点っぽいし、それに西行くならハルルの町は通り道だ。うん、まあそうやね。でもカロル先生はどうしたいの？急ぐ用事でもあんのか？好きな子が不治の病で早く戻らないと危ないとか。なあ、そんな儚い子ならどんな。まあ気強い子やもんね。おかえり。待ってろとは言ったけど、どんだけくつろいでんのよ。ねえ、寝転ぶまではね。おかえりなさい。泥棒の方はどうなりました？さあ、今頃牢屋の中でヒーヒー泣いてんじゃない？あのおじさんね。疑って悪かった。あら、えらい。軽い謝罪ね。まあ、いいけどね。こっちも収穫あったから。自立式。リタ？受注式。じゃ、世話かけたな。何？もう行くの？ちょっとね、用事があるんです。長居してもなんだし、急ぎの用もあるんだよ。そうですよ、フレンがどうのこうの。リタ、会えてよかったです。急ぎますので、これで失礼します。お礼はまた後日。わかったわ。あれ？ついてこいの？儚い子って誰のこと？儚い子。儚い子って、一体誰のことです？え？カロルがノール港に行きたいのは、その子に会うためなんですよね。なんで知ってんの？なんかさっき言ってなかった？やっぱり！あ、違う、違うよ。大体ノール港じゃなくて。ノール港じゃないんです？知らない。僕は何も知らない。さっさと白状した方がいいぞ。エステルの顔に諦めないと書いてある。そんなんじゃないんだってば。あ、カロル。儚い子ね。一瞬儚い子かやから、パンツ儚いとかっていう話かと思ったけど。見送りならここでいいぜ。そうじゃないわ、私も一緒に行く。やったで。何言ってんの？まさか勝手に帰るなってこういうことか？うん。うん。うんって、そんな簡単に。いいのかよ。
お前ここの魔導士なんだろ。でもよく決断したね、ついてくって。うん、うわ、何何、ハルルのシルトブラスティアを見ておきたいのよ。壊れたままじゃまずいでしょ。直ったよ。それなら僕たちで直したよ。ん、直したってあんたらが？素人がどうやって。まあ僕たちって言っても直したんはあれなんですけどね、エステルですけどね。蘇らせたんだよ、バーンと。素人も侮れないもんだぜ。あんまりね、あんまり見せ物にはね、できひんもんね。ますます心配。本当に治ってるか確かめに行かないと。んじゃ、勝手にしてくれ。何？私、同年代の友達、初めてなんです。実は全然年違うかもしれへんで、ね、同年代と思ってるかもしれへんけど、リタはほんまはなんか30、40ぐらいかもしれへんで、ね、あんた、友達って…よろしくお願いします。エステルの方が背高いんやね。ええ、やったー。よし、じゃあハルルに行きましょうかね。そう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 、あの冒険王の宿のサブイベントの話どこかでしたと思うんですけれども、なんかそのうち第2章かに入れば、第2章ってどこやねんって感じないけど、第2章に入ればハルルの北にずっとね、あの固定でいるらしいから、まあそれぐらいの時狙えばいいかなっていうふうに思います。ずっといるらしいんで。小さなハートに大きな獲物、あれカロル先生の話。そんな大きな武器使いにくいんじゃないですか。あの斧の話か。ちょっと重いけど、自分を大きく見せるためにはこれくらい必要なんだ。小さいカロル先生がハッタリかますにはちょうどいいな。ハッタリ大きく見せて魔物騙すのね。そういえば小さい魔物は体を大きく膨らませて威嚇するんですよね。レッサーパンダね。それと一緒。で、あれ、僕魔物と一緒？でも見た目を変えたからって中身変わるわけじゃないからな。危険だったらすぐに言いなさいよ。大丈夫だって、僕は魔界の剣のエースだから。それがそのハッタリの一部じゃないことを祈るよ、俺は。ハッタリじゃないつもりなんかな、カロル先生的には。ほら綺麗。なにこれ、もう満開の季節だっけ。へえ、だから言ったじゃん、僕らで蘇らせたって。痛い。おお、皆さんお戻りですか。貴様のおっしゃった通りだ。あー遅かったね、フレンが来たんやね。あ、手紙それ。あのフレンは。読まして、読まして。残念でしたな、入れ違いでして。待ってって言ってよ。でも待たへんやろうね多分。またいや、探しましたよ。結界が治っていることには大変驚かれていましたよ。まあそうでしょうね。あのどこに向かったか分かりませんか。いえ、私には何も。聞いといてよ。ただもしもの時はと手紙をお預かりしています。僕ですか。僕なんですか。え、これ手配書って、なんで。ちょっと悪さが過ぎたかな。脱獄しかしてなくな。でもあれか、なんかボッコスとかなんかいろいろしたか。一体どんな悪行を重ねてきたんだよ。これって、私のせい。なんそか、誘拐犯でもあるもんね。こりゃないだろう、たった5000ガルドって。脱獄にしては高すぎだよ。他にもなんかしたんじゃない。え、脱獄犯5000しかもらえへんの。それで手紙にはなんて。あ、手紙ちゃんとあるんやね。僕はノール校に行く、早く追いついてこい。早く追いついてこいね。たく余裕だな。じゃあ待っててよって感じよね。それから暗殺者には気をつけるようにと書かれてます。なんだ、やっぱり狙われてんの知ってんだ。ザギね。なんかしっかりした人だね。身の危険ってやつには気づいてるみたいだけど、この先どうする。そうですね、俺はノール校に行くから、伝言あるなら伝えてもいい。それは、でも。まあどうするか考えときな。リタが面倒を起こしてないかちょいと見てくる。
あー、分かれちゃいましたね。そういえばさ、あのアスピアの方でサブクエストあったんですけど、また戻りますね。ということで、綺麗でしょ。何よこれ、こんなのありえない。満開の季節でもないのに花がこんなに咲いて、結界もずっと安定してる。本当にエステリーゼがやったの？まあでもさっきのちょっと見たでしょ、治癒術。なんでエステルなんだよ。アスピオ出る前にカルロが口滑らしたでしょ聞いてたんやね、ちゃんと。あんたがはぐらかしたけど。バレてりゃ世話ないな。こんな真似されたら私ら魔導士は肩なしよ。商売敵はさっさと消すんだな。そのためについてきてるんだろ。そんなわけないでしょ。私には解かなきゃならない公式が。公式がどうしたって？なんでもない。忘れて。まあまあまあ、エステルのことは殺さんけどね。殺さんやろけどね。あんたの要件は何？そのために一人で来たんでしょ。まあ半分くらいは今ので済んだ。ならもう半分は？前にお前言ったよな、ブラスティアは自分を裏切らないから楽だって。言ってたね。言ったわね。それが？エステルとお前はどっちも人間だ、ブラスティアじゃない。ああそういうこと。あの子が心配なんだ、私が傷つけるんじゃないかって。エステルは俺やお前と違って正直者みたいだからな、無茶だけはしないでくれって話だ。まあでもなんだかんだでね、一番エステルのこと心配するようになるのね、リタなんですけどね。カロルとエステルが待ってる。はい、いい気でしょ。無茶したいわよ、やっと見つけた手がかりなんだから。加わりました。木の復活について。ハルルの木があんなに花をつけてるの私も初めて見たわ。満開の季節になったらああなるんじゃねえのか。いくらなんでもあそこまで綺麗に全部のつぼみが開いたりはしないわよ。そうなのか。だったら貴重なもん見れてラッキーだったな。貴重っていうか私は異常だと思ってんだけど。まあいいんじゃない、これだけ綺麗に咲いてるんやったらね、安定してるんやったらいいと思うんやけど。さ、今のうちにエステリーデ様は我らの元に。あらあらあら、みんないるやん。みんなというか、帝都まで丁重にお送りするのである。あとはユーリをとっ捕まえればいいのだ。いるんですけど。ここであったか100年目ユーリ・ローエル、そこに治る今回はバカにしつこいな、ね、結構だって時間経ったのにまだいるもんね。昔からのヨシミとはいえ今日こそは容赦せんぞ。昔からのヨシミ、仲良し。ユーリは悪くありません。私が連れ出すように頼んだのです。おのれユーリ、エステリーデ様を脅迫しているのだな。違います、これは私の意思です。必ず戻りますから、あと少し自由にさせてください。あとなんか 2,3 ヶ月ぐらいお願いします。それはなりませんぞ、我々とお戻りください。戻れません、分かってください。ここは致し方ない、どうせ罪人も捕らえるのだから。まあ 5,000 ガルドもらえますしね。あ、やるしかねえと。これでお前たちの自由も今日限り。我々騎士団究極の戦闘術、オーバーリミッツで行くである。ついにここで使えるんやね。勝手に盗むなよ、騎士団のもんじゃねえだろ。黙れである。オーバーリミッツ、なんか左のゲージの戦闘時の能力を上げる技だよ。どうやるんだったっけか。なんかこの十字キー使うよね。バカめ、所詮庶民だな。私が教えてやるである。優しい。だがそれが分かったとき、お前たちは死の急行馬車に乗っているである。まず切れ切り、切れ切れ。そうそう、思い出した、相手に攻撃を当てて闘気上げてくんだっけ。全然当たらないではないか。普段のユーリもこれくらい避けてくれると助かるんですけどね。上がりましたね、1。いてててはる。もう我慢ならないである。あ、攻撃受けても闘気が上がるんだっけか。
開けたり当てたり受けたりすることでゲージがアップします。ここで溜めた陶器を一気に放出すれば十字キーを押すと今日はしていきますか。1、今日はこのくらいで勘弁してやる。ユーリ、すごいです。みんなも使えるよ。まあ連続でいろいろ術技とか出すことができますと。これ以上調子乗せるな。これがね役に立つんですよね。めっちゃねビタでね使ってたんですけどね。望むところ。やっぱこの空上攻撃の人はともかくさ、やっぱりリタみたいな栄翔の時間があるときに連続で出せるとすっごい楽なのよね。あ、結構強いね。あ、OK。 やったぜ。あ、いた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 、まだ一人いた。ボッコスそうレッド。結構なんかでも固くなってきたね。 OK。任務ご苦労さん。ごめんなさい、私帰れません。帰りません。なかなかね、なかなか帰りません。よーし、レベルアップ。いいんじゃないの。いいね。ということで、情けない。ちょ、リタ。燃やす気満々出しちゃった。戻らないって言ってんだからさっさと消えなさいよ。なかなかバイオレンスよね。ユーリ、あの人たち。またおる？ああ。ザギの友達。やっぱり俺らも狙われてんだな。来てる来てる。今度は何？ちょ、変人です。どういうこと？変人です、あれ変人。変人なんで逃げましょう。話は後だ。カロル、ノールコーってのはどっちだっけ？西だよ。西。エフミドの丘を越えた先にカプアノールはあるんだ。ほら、さっさと行く。あいつらは関わらん方がいいよ。でも私。なあ、決めなさい。本当にしたいのはどっち？旅を続けるのか帰るのか。今は旅を続けます。やったぜ。賢明な選択ね。あの手の大人は懇願したって分かってくれないのよ。騎士団心得一つ。その剣で市民を守る。そうだったよな。もう起き上がってるやん。変なやつおるよ。来てる来てる。その通り。行くぞ、騎士の意地を見せよう。まあまあその辺は真面目やね。バイバーイ。ごめんなさい。よし、合流しました。リタっていくつ？年齢の話。ひぃ、リタはずっとアスピオで研究を続けていたんです。そうよ、もう5年にはなるかしらね。5年って、リタ、今いくつです？あ、15だけど。しっかりしてますよね。10歳でもうブラスティアの研究をしてたなんて。10歳か。そういうあんたはいくつ？天才ね。今年18になりました。あ、しっかりしないとね。姫ですからね。はい、頑張ります。ということで、西なんですけど、エフミドの丘がちょっと一回戻りますね。ちょっとアスピオ、リタとラピード。あれ、ラピードが歩み寄ってる。ちょっと、犬。犬じゃないんですよ。あれ、リタって犬ダメな人？別にそんなんじゃないわよ。うわ、懐いてる。リタ、これなんですけど。ラピード、ラピードの好き嫌いってすごくはっきりしてるよね。リタは好きなんやね。若ければ若い方がいいんかな。ということで、ここの1階の、あ、これかな、調べるの。これサブイベントっぽいです。今後続きもの、最初のやつなんでやっときましょうとのことで。本当にブラスティア好きなんだな。ビクトリアに汚い手で触るなんて言ってんでしょ。ビクトリア、それってこのブラスティアの何がそんなに好きなんだ。何がって楽しいからよ。まあ、研究者っていうのはそういうもんやからね。仕組みとか理論とか。ああ、もうそんなの考えたことないわ。あんただって自分の好きなものに理由つけられる？まあ確かに理屈じゃねえものはいっぱいあるわな。好きな理由は好きだからってか。
まあ、リターのブラスティアに対する話って感じかな。そういうこと。はい、エフミドの丘です。ここってさ、なんか遠回りしたとこじゃなかったっけ。そうだけど、そうそう、そこの奥ね、なんかしてたよね。騎士がいるか、なんかがおるかみたいな感じで。おるんじゃなかったっけ、あのデコボコとか。おかしいな、結界がなくなってる。ここに結界があったのか。そっか、丘にもあったんやね。うん、来る時にはあったよ。ふんふん、人の住んでないとこに結界とは贅沢な話だな。あんたの思い違いでしょ。結界の設置場所は私も把握してるけど知らないわよ。あ、そうなんや。リタが知らないだけだよ。最近設置されたってランが言ってたし。あの女の子ですよ、ナンは。なんて誰ですか。可愛い女の子ですよ。ほら、ギルドの仲間だよ。儚い子です、儚い子。僕、その辺で情報集めてくる。私もちょっと見てくる。ったく、自分勝手な連中だな。迷子になっても知らねえぞ。私たちも行きましょう。あら、ここでバトルブック？さて、まあ、そこ行ったら、あ、いるね、騎士とかが。こらこら、部外者は立ち入り禁止だよ。そうか、そういう感じか、壊れてて。それが結界？帝国ブラスティア研究所のリタ・モルディオよ。通してもらうから。アスピロの魔導士の方でしたか。そうです。失礼しました。めっちゃ壊れてるね。なあ、勝手をされては困ります。上に話を通すまでは。でもリタ・モルディオです。あの強引さ、俺も分けてもらいたいね。やってみようよ。有利には必要ないかと思うんですけど。もうすでに強引ですってこと。二人とも聞いて。何でしょう。それが一瞬だったらしいよ。槍でガツン、ブラスティアドカーンで空にピューって飛んでいってね。バカドラでしょ、バカドラ。リタの言うバカドラ。誰が何をどうしたって。竜に乗ったやつがシュートブラスティアを槍で壊して飛び去ったんだってさ。まあわかるね。人が竜に乗ってか。なバカな。そんな話初めて聞きました。大丈夫、そのうち見れるから。僕だってそうだけど、見た人がたくさんいるんだよ。竜使いが出たって。竜使いね。まだまだ世界は広いな。ちょっと話しなさいよ。何すんの。あら、セクハラですか。なんか騒ぎ起こしてるよ。このブラスティアの術式は絶対おかしい。おかしくなんてありません。あなたの言ってることの方がおかしいんじゃ。そう言われるとなんかちょっと腹立つよね。私を誰だと思ってるのよ。リタ・モルディオよ。存じています。噂の天才魔導士。そうです、天才です、キリ。でもあなたにだって知らない術式の一つくらいありますよ。それはその通り、あってもおかしくないもんね。こんな変な術式の使い方してブラスティアがかわいそうでしょ。ちょっと、見ていないで捕まえるのを手伝ってください。火事だ、山火事だ。起点が効きますね。なんだあのガキ。山火事、音も匂いもしないが。全然相手にしてもらえてない。こら、嘘つきこそ。怖い。やば、もうバレたの。お前たち、さっきのガキと一緒にいたようだな。あ、いえいえ、気のせいです。たまたますれ違っただけです。お前、確か手配書。いやいや、違うでしょ、全然服装も髪型も。ラッシュの姿してって言われたらおもろいよね、ちょっと。今だ。あ、こら、待て。むちゃくちゃやな。ラピードにしちゃったらさ、指名手配つかへんのじゃない。獣やしね。お前ら、サボってないで小僧を追いかけるのを手伝え。見失うの早すぎでしょ。ザルすぎる。カロロがパーティーから抜けました。騎士に見つかると面倒だな、誰かさんのおかげで。うるさいわね。あれ、これもう戻れへんのやっけ。カロル先生があれか、あのパーティーに加わってからかな。じゃあちょっと進まんとあかんね。
ここか。振り切ったか。ちょっとしか歩いてない。うん、ラピード。リタってもっと考えて行動する人だと思っていました。考えなしって言われちゃいました。あのシルトブラスティア完璧おかしかったからつい。おかしいってまた厄介事か。厄介事なんて可愛い言葉で片付けばいいけど。俺の両手はいっぱいだからその厄介事はよそにやってくれ。まあね、いっぱいいっぱいよね。まあとりあえず片手にエステル、片手にカロル先生やもんね。じゃあ足でリタにしよう。もう一個足空いてるしね。どの道、あんたらには関係ないことよ。ユリロール。あー来ちゃった。どこに逃げよった。いつもの。呼ばれてるわよ、有名人。まあ、人気者ですからね、ユリは。仕事熱心なのも考えもんだな。エステリーゼ様、出てきてくださいである。あるあんたら問題多いわね。一体何者よ。まあ、私らはもともと他人なんやけどね。私はユリ、出てこい。そんな話は後々。んカロル先生じゃない。匂いでわかるでしょ。うわ、僕だよ。わかるでしょ。なんだ、嗅覚優れてるんやし。びっくりさせないでください。さあ、面倒になる前にさっさとノール港まで行くぞ。どちらに向かえばいいんでしょうか。ここから登っていくしかないよね。方角的にはこれって獣道よね。進めるの。進めないことはないからね。行けるところまで行くぞ。捕まるのはたくさんだ。魔物にも注意が必要ですね。なーに、魔物の1匹や2匹カロル先生に任せておけば万事解決だよな。曲がりですからね。そりゃあね、結界があれば魔物の心配もなかったのに。まあね。まったくよ、どっかのバカがブラスティア壊すから本当にいい迷惑。さあ、このイベント以降どうやらなんか戻れるっぽいんやけど。あ、戻れさえね。なんて誰です。エステル、視線が気になるんだけど。何聞いてもいいんです。わかりました。では質問します。食い気味。なんというのはカロルの大切な人なんです。儚い子です。女の子の名前ですよね。もしかしてハルルの花を見せたかったカロル。違う違う、そんなんじゃ。違うんです。そんな風に誤解されたの知ったら絶対怒るもんな。カロル、頑張ってくださいね。私応援しますから。ありがとね。正直に言った方がいいんじゃないかな。そうなんだよって、好きなんだよって。ということでね、ハルルに戻れるんで、ちょっとハルルに戻ります。よし、デコボココンビもらへんしね。これで、ね、サブクエストがあるっぽいんで、この人らやね。まず行こう。ここから海に向かってったところにエフミドの丘っちゅうところがあるだ。うん、行った行った、今行きよったところ。その丘の中腹あたりのちょっと広まったところに魔物の死骸が埋まってるって聞いたことがあるだ。ここの人らってこんな感じの喋り方やったっけ。あるだ。うん、その魔物は身の丈がハルルの木の幹くらいでっかくて、そりゃすごく大きいって聞いたことあるぞ。それってあれかな、あのでっかいあのボスおったやん、それかな。それはまたね、ちょっとそれを倒すその回みたいなのを作ったりとかね、しようかなと思います。この前ね、港町からこちらに帰ってくるとき、とても素敵な男の人を見かけたの。銀髪のスラッとした長身の男の人よ。でもその人山の方に入っていってそのまま出てこなかったわ。それあれじゃない、あのデュークじゃない。山男にしては身綺麗だったし、誰だったのかしら。デュークです。で、村長さんに話しかければいいかな。竜使いについて。世の中にはおかしな趣味のやつもいたもんだな。ブラスティアを破壊して回るなんて。趣味とは違うと思いますけど。どこか
であったら私がぶっ飛ばしてやる。何か壊す理由があるんじゃない？わけがあろうがなかろうがブラスティアを破壊するなんて私は許さないのよ。めっちゃおこ死んじゃう、死んじゃう。カロリ先生がめんどくさい。ガキンチョ同士仲良くしとけ。そっか、まあ、ユーリからしたらリタはガキンチョになるか。6つもしたいもんね。で、なんか木下にオサ、あれかいたいた、オサがいるっぽいので声をかけると、これとかさすがにやってないと思うよね。これ違うか、これオサじゃないか。ここでした。赤いの今年は一段と。どうしたんです、花の色の話。おや、お戻りですか。赤いのがどうかしたんです。いや、いつもの年に増して花の色が濃いので、セクルードシャルの花嫁の怨念が今年は強いのかと。怨念なんて、はは、冗談ですが、都市伝説的な。なんだそのセクルードジャールの花嫁って。今から300年ほど前の帝国皇帝ブライムストーン4世はハルルのシルトブラスターの周囲に木を植えた、うん、晩年城にこもりきりだったのでセクルードジャールの異名がついたです。あ、引きこもりっていう、そういう名前ってことね。さすが物知りエステルだな。その花嫁の怨念ね。そのセクルードシャールの花嫁がこの木とどう関係あるんですか。この木が赤いのはセクルードジャールが殺した婚約者、殺しちゃったん、婚約者のこと。この根元に死体を埋めて木がその血を吸ってるからっていう伝承があるんです。なんかあんまりなんかこうロマンチックな、そんな感じの伝承じゃないね。な、何よそれ。あくまでも伝承です。まあ、でもそういうのってあるよね、話だろうな。そんな昔に死んだやつの血をいつまでも吸ってるって変な話だしね。木が血を吸うにはその人間の血の量は少なすぎるもんね。ですが妙な風説が広まって客足が途絶えんか心配です。いや、まあ逆にそういうのもいいんじゃない、心霊スポット的な意味合いでね。そんな話私たちにしちゃまずいんじゃ。おっと、失言、今の話は忘れてくだされ。忘れろって言われても。忘れませんとセクルードジャールの花嫁の恨みがありますぞ。全然怖くない。ちょっとやめなさいよ。そういうのがまずいんじゃないのか。せやね。おっとじゃないよ。まさかね。騒動なしでは進まないのね。赤目が出てきたり騎士に追い回されたり、もうちょっとゆっくり旅を楽しめないもんかね。無理。それは無理。諦め。騎士に名前呼ばれてたのはあんたでしょ。魔導士と揉めたのはリタだけどね。いいじゃないですか、みんな無事だったんですし、これはこれで楽しかったです。追われんのを楽しめるなら、これからもエステルの旅は楽しいことだらけだな。綺麗にまとめたつもりかもしれないけど、追っ手の問題とかそうやね、全然片付いてないから。まあ、なんだかんだでカロル先生がちょっとまともには見えるけど、あの人もまあピッキングしたりっていう犯罪は犯してるからね。ということで、踏み土の丘の何かがあるところまで飛びましょう。